はじめは3回ターン C 難度です。綺麗に決まりました。後方の伸身2回宙返り、着地ピタリ、はい、F 難度です。大技成功。交差の輪跳び、前後開脚跳びの1回ひねり、 C 難度のジャンプになります。後方の2回半ひねりから前方の1回ひねり、少しラインオーバーがあったようです。少しここはバランスを崩してしまいましたけれど、開脚の姿勢は良かったですね、はい、膝の2回ターン D 難度です。ラストは前方の伸身2回ひねり、最後のタンブリングもまとめました平岩です。このゆかが 13.533 というと